に背中の後ろも、さらに一番難しいの1回転、3、2、1、はい、ちゃんと行くんで2個上げて1回転、ワンパムシ。今失敗だったんですけど、さらにラストは日本のお手玉、落とす前に拍手ください。はい、ありがとうございます。さらに5個見たい方拍手お願いします。ありがとうございます。あのですね、本当今子供しかいないです。よかったら後ろでなんとなく見ていただいている方詰めていただけないでしょうか。お願いします、お願いします。あの後ろの人が来るまで始まらないシステムになっているんで。もう行きます。できれば行きます。それでは行きましょう。よし、5個ミュージックチェンジ。よいしょ、ここからだんだん難しくなります。ほっ、さらに拍手のポイントは今です。あの早めの拍手いただけたんです。ありがとうございます。ラストはフィニッシュ。おー、ありがとうございます。それでは限界に挑戦します。6個です。あの本当6個、練習中で1試合しか続きません。最初に言っておきます、成功率10回に1回決まればいい方です。いきます、3、2、1。オーケー、ありがとうございます。それではどんどんいきましょう。今度は水中のものを使ったパフォーマンスやっていきたいと思います。ミュージックチェンジで人がいないんでやります。いきましょう。なんか浮いているとこが浮いてると思ったら皆さんの拍手のポイントです。3、2、1、5。皆さんここで拍手いただけるとありがとうございます。さらに一番浮いている瞬間、前真ん中の人しか分からないんで、よかったら今のうちに真ん中に移動してください。この辺です。それではいきます、皆さんの一番浮いているポイント、3、2、1、5。今です。ここで拍手いただけるともう拍手のポイントはありませんから、ありがとうございます。それではどんどんいきましょう。さらにいきます。